こんにちは、北郎です。今日はあの手持ちの IB ブリッジと 3D ブリッジの、ね、CPU の中からいくつかを、ねえー、抜き出して性能比較を、ね、していこうと思います。それでは早速各 CPU の概略を説明していきます。まず上段左の CPU ですがこちらは Core i7-37704Core 8スレッド。 ベース周波数が 3.4GHz でターボブースト時の周波数が 3.9GHz となっております続いて上段の真ん中コア I5 の 3570K ですね4コア4スレットベース周波数は 3.4GHz ターボブーストは 3.8GHz となっております上段右はセレロンの G1610 2コア2スレッドベース周波数が 2.6GHz でターボブーストはありません。以上が IB ブリッジ第3世代の CPU となります。続いて下段に行きます。左の CPU は GON E31270、4コア8スレッドベース周波数が 3.4GHz、ターボブーストの周波数が 3.8GHz となっております。 これは大体あのコア i7 の2600に近い性能となります最後に下段右コア i321002 コア4スレッドベース周波数は 3.1GHz ダボブストはありません下段の2つは 3D ブリッジですねえこちらは第2世代の CPU となりますなおベンチマークで使うマザーボードは a s u s の Z77Pro4 それからグラフィックボードは NVIDIA の GTX960 を使用いたしますそれではシネベンチの結果を見ていきますまず OpenGL なんですけどもこちらは性能順ではないですよね Core i5 の,の3570 k が 76.81fps ということでね 最高ということになりましたこの結果はちょっと私にとっては謎です。続いてマルチコアを見ていきます。コア i7 の3770が 661cb、3570k が 490cb、G1610 が 165cb、G4 の方が 605cb、で最後に2100が 258cb という結果になりました。 i73770 を100としてどのくらいの性能があるか見てみると 3570K は74%といってね無難な線ですねセレロンについては25%しかありませんで1270の92%というのはまあこれは世代間の差かなと思いますで2100についてはー39%ということでね順番にねやはり性能の方が落ちていくのがよくわかります 続いいててシングルコアを見ていきます。I73770 が 138CB3570K が 132CB セルロンが 85CBG4 が 128CB で最後に I3 の2100が 77CB という結果でした I73770 を100として見ていくと 3570系が96%、まあ、これはいい線ですよねでセレロンが一気に下がって62%で G4 は93%これは世代間の差ですねこれもねで I3 の2100が77%という結果になりましたゲームなのではねこのシングルコアが結構重視されるようなんでね、まあ、セレロンや I3 はまあゲームにはま向かないということになろうかと思います それでは続いてはドラクエ10のベンチマークの結果を見ていこうと思います。結果はご覧の通りで、Core i7 の3770がトップで16533。続いて G4 の E31270 が15452。で、僅差で Core i5 の 3570K が15445。で、続くのが i3 の2100。こちらが12401。最後にセレロンが 1>, 1万トンで293でしたこの結果からセレロン G1610 とコアイさん2100は、まあ、全く GPU の性能が引き出せていないということで言うのではないでしょうかそれではね最後に FF14 ベンチの結果を見ていこうと思います結果はコアアイナナの3770が 8, それからコアアイゴの3570 k が8345セレロン G1610 が 5937GONE31270 が8000トンで88最後にコアアイ3の2100が6967という結果でしたコアアイゴの3570 k の方が I7 の3770よりも まあ数字がいいというねちょっと謎な結果になりましたけれども、まあ、セレロンと i3 についてはね、えー、やはり GTX960 のね性能をまあフルに発揮することができていないことがよくわかりますはいということでいかがだったでしょうか、まあ、これからね新しいパソコン買おうかなっていう方はねやはりコスパの i5 もしくはね長く使える i7 がいいんじゃないかなと思います ただ、最近の、ね、i3 も性能的には、ね、結構高いものがありますのでね、ね、まあ、こちらも絶対ダメというわけではないかと思います。でまあ、中古で、ね、買おうと思う方は、ねまあ、i3 とかセレロンは、ねまあ、避けた方がいいかなと思います。でまあ、ジオンなんかも怖いならとサウド性能の、ね、差はないんですけども、かなり安く、ね、中古の場合手に入りますのでね。 こちらもおすすめではないかなと思っております。これにて本日の動画は終了となります。チャンネル登録やね、いいねをしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回まで。さようなら。